カミソリとは、皮膚の表面の髪や体毛、髭を除去するための刃物のことである。手動式と、電動式がある。電動式は主に男性の髭を剃るために用いられる。語源は、ミソりから来ており、アスカ時代に、日本に伝来した当初は出家の際に髪を剃るための、仏教の法具として使用されていたためである。伝統的な西洋カミソリ人類がカミソリを、 発明したのは非常に古く、石器時代の遺跡からも貝殻やサメの葉、火打ち石などで作られたカミソリが出土している。エジプトでは、墳墓から紀元前4世紀の金や銅製のカミソリが発見された。砥石や革ワでトイで使う伝統的なカミソリには折りたたみ式の西洋カミソリと日本カミソリがある。現在見るような西洋カミソリは18世紀に、 イギリスのシェフィールドで中高を大量生産する方法が発明されて後一般に普及した。カミソリの研ぎには目の細かい良質な砥石が必要で使用にもある程度の習熟が必要なため現在では一般的に用いられることが少なくなった。以前には伝統的な日本カミソリは兵庫県三木市などで盛んに生産されたが カえバ式カミソリにとって変わられ、昭和末頃には製作者も減り一時はほとんど生産されなくなった。だが、肌あたりが柔らかく、かつ鋭い切れ味は、現在再び見直されている。海外の一部では、自家人のカミソリによる髭剃りは、趣味の一分野として成立しており、愛好家の集団がインターネットで情報を交換したり、 また、カミソリのヴィンテージ品の個人売買などを行っている。家庭で用いられる化粧用のカミソリは非常に薄い構成の刃を2つ折りにした鉄板のホルダーで挟んだ構造のものである。顔などの産毛を剃るために用いられる。刃渡り5センチメートルくらいのもののほか眉毛などを剃りやすいように刃渡りを短くしたものがある。安価なため、カッターナイフが普及する以前は、 その代用として、鉛筆を削るためなどにも用いられることがあった。歯が、使い捨てのものは、交換用の会話も市販されている。カートリッジ式の安全カミソリジンを安全な角度で固定し、皮膚に食い込まないようにしたカミソリが安全カミソリである。多くは T 字型であり、T 字の上の辺に歯がついて、縦の辺が持ち手になっており、このため T 字カミソリ。 T 型カミソリと呼ばれることがある。女性が肌を露出する部分の毛を除去するためのもの、男性が髭を剃るために用いるもの、男性、女性ともに髪を剃るためのものなどがある。また、スキンヘッドの手入れにも用いられる。歯としては、非常に薄い構成の歯が用いられる。安全カミソリは歯を、プラスチックの柄と一体化させた使い捨てのもの、歯を、 プラスチックで固定したものを柄に取り付けるもの、歯のみを柄に固定するものがあるが、歯の使い捨てを意識した製品がほとんどである。現在、主流なのは、歯と柄を一体化させたものと歯を、プラスチックで固定した替え歯のものでありこの中でも、複数の歯を重ね合わせることで切れ味を向上させた製品が主流である。これらには、スムーサーと呼ばれる水溶性樹脂や、 ローラーが歯の近くについているものがある。歯の実を柄に固定するものにはこれらはついていないが、歯を柄に固定する部分を挟んで、反対側も歯になっている両刃のものがある。歯の枚数が多いと負荷が分散されるため結果的に、肌には優しくなるが、切れ味が良くなるということはない。また歯の枚数が多いほどヘッドが大きくなり、細かい操作が難しくなる。 切れ味が悪いからといって力任せに沿ってしまうと、皮膚の表面が削れてしまうことで痛みを伴う。髪ソり負けを起こしたり皮膚を切って、かさぶたができるために埋没毛になる可能性も高くなる。また、使用時には、シェービングクリームや石鹸などを髪や地肌皮膚に塗って、滑りを良くしてから用いるのが普通である。安全と、名はいているものの歯に、 平行の方向に動かせば皮膚が切れてしまうので、それを防ぐために、歯の表面に保護用のワイヤーを取り付けた製品もある。最近は、電動式安全カミソリもある。これは電池を動力に、極小モーターで歯を振動させ、髭を剃る方式である。なお安全ジメグの間に、ごく薄い鋼の歯を挟む、現在の安全カミソリは1895年に、 キングキャンプジレットが考案し、その後の改良を経て1903年から発売されている。ブラウン製の電気シェーバーパナソニック製の回転式、電気シェーバーを分解したもの回転式電気シェーバーの外歯と内陣電気シェーバーは、皮膚と接触する外歯と内部で、モーターの動力により動作する内歯で、髭や体毛を剃る。日本では電気ミソリとして、 家庭用品品質表示法の適用対象となっており、電気機械器具品質表示規定に定めがある。ヒゲ用のシェーバーの外葉は無数の小さな穴の開いた金属板で皮膚と接触させる。外葉の内側の内葉で金属板の穴の隙間からはみ出したヒゲを切る。その際、ヒゲを少し皮膚から引っ張り出すような状態になるため皮膚の毛穴から 毛先が飛び出すことが少なく、反り跡が滑らかになる。髭が長い場合には、毛先が金属板の穴にうまく通らず、反りの骨子を生ずるため不向きである。外刃を皮膚に対して直角にして、軽く当て、回転式シェーバーの場合はゆっくりと円を描くように動かし、往復式、ロータリー式シェーバーの場合はゆっくりと直線を描くように往復すると、 効果的に剃ることができる。なお、外歯を皮膚に強く押し付けると、外歯を破損させたり、剥き出しになった内歯で肌を傷つけることがある。通常の使用時には皮膚に何も塗布しないか、肌荒れを防ぐためにプレシェーブローションを塗る程度である。そのため、水が使えない場所でも、簡単に用いることができる。電気シェーバーの発明者、ジェイコブシックは、 アメリカ陸軍の軍人であったが、ある時アラスカに配属されることとなった。冬のアラスカでは、水が凍ってしまい、髭を剃ることができないため、水を使わずに髭を剃る方法を考え出した。1921年のことである。電気セーバーには、大きく分けて、回転式、往復式、ロータリー式の3種類がある。また、電源方式には、乾電池式、 充電式、交流式があり、日本では電気機械器具品質表示規定により、電源方式の表示義務がある。洗浄については、内陣と外派を外し、ブラッシュで毛をかき出すのが一般式。モーターなどを搭載しているため水に弱いが水洗いをすることを売りにしている製品もある。また、上級機種では充電器を兼ねた洗浄機が付属しており、本体を入れて、 ボタンを押すと洗浄、乾燥、充電を一度に行う機種がある。体毛用のシェーバーも構造は、ほぼ同じだが、深剃りしないため皮膚を痛めないことを売りにするなど、髭用のシェーバーとは、需要が異なる。また、鼻毛用や眉毛用などのシェーバーもある。朝の出勤途中の人が使用した電気シェーバー内の、れた髭を見せられ、出勤前にったばかりなのにこんなにれたのは、 深く剃れるからだという広告があった。髭は朝型に最も伸びると言われている。また、髭に見立てた金属を剃って、鋭さを歌う広告がある。肌が乾いている時の髭は、同じ太さの動線と、同程度の硬さと強さがあるため、頭の切れる人物のことを、カミソリなどとあだ名することがある。切れ味のある気風で、カミソリ流など。また、 プロ野球対応ホエールズに所属した、当主、平松正治の代名詞であるシュートは、切れ味が鋭いことからカミソリシュート、カミソリ平松と呼ばれる。カミソリの入った手紙は講義としてよく知られる他、実際に使われていたとされるが、受け手側の手に傷をつけることは、難しいとされる。危険は伴うが届くまでの郵便配達員にとっても、同じであり、 事前に気づかれる可能性は高い。また哲学などにおける判断基準をカミソリで切り分けることに例えてカミソリということがある。オッカムのカミソリ、反論のカミソリなど、日本製海外製生産より撤退。ありがとうございます。